ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは。沼から戻れなくなった、秋です。今回は例の新作をゲットしてきたので、開封動画を作ってみました。カプセルプラレール機関車トーマス。第97弾。通算98弾。友達図鑑、メインランドと世界の仲間たち編。これまでに登場してきたたくさんのキャラクターたちが100シリーズ目に向かって大集合。今回は、袋40個まとめ売りを闇のルートから入手しました。秋葉はオタクの楽園。車両が20種類で40個ですから、単純に2個ずつアソートされているのではないかと期待しますが、実際にはどうなんでしょうか。レアがあるのでしょうか。アソート率は不明です。ダブってもガチャなので文句は言えません。さて、ここからは私の考察です。前置き長いな。各プラのガチャは、一つのベンダー機に50から60個くらい入ります。カプセルの計サイズによって異なります。通常のガチャのカプセル補充は、内容量の8割程度とされていますから、今回購入した1袋は40個なので、満タンにするには少し足りません。補充の初期段階で、1袋プラス追加で、その時点で混入率がシャッフルされてしまうのだと思われます。また、カプセルの色についてですが、色によってアソートが管理されている場合があります。これはオタクのためにわかりやすく色分けしてくれてるメーカーの優しさ。ではなくて、単純に出荷時の商品管理のためだと思われますが、横から覗いて、カプセルの色が偏ってる場合は、同じものが出る確率が高い、と言えるのではないでしょうか。うわぁ。それでは見ていきましょう。アンボクシング。1個目。ファーディナンド、レアな人気種がいきなり。顔はおっさんだけどね。2個目。ベッペ、イタリアン。ロレンツォの小型客車。3個目。ロレンツォ。イタリアの2人、揃った。4個目。エース。こないだは超レアだったね。5個目。ジーナ。こちらもイタリアンな女の子。リリシー。6個目。なんかぎっちり詰まってる。ハリケーン、製鉄所で働く大型タンク機関車。大きい。タンク機関車では最大級。7個目。ジーナ。2つ目。8個目。アシマー、インド代表の女の子機関車。配色が派手。シール案件。9個目。ベッペ2つ目。10個目。ゲーター。ワニみたいだからゲーター。アリゲーター。11個目。すごくグーグー詰めだ。ケンジ。よっ久しぶり。日本の電気エンジンを持つ超特急。安心のゼンマイ付き。12個目。エース2つ目。顔。13個目。出たな VIP。スペンサー。もちろん全枚付き。14個目。アシマ2つ目。15個目。ロレンツォ。2つ目。ヒゲ。16個目。バッシュかダッシュか？ダッシュ。今回全枚は付いていない。17個目。なんだこれは。フランキー。ハリケーンの同僚だね。18個目。バッシュかダッシュか？ダッシュ。バッシュが出ないね。そばかすがあるのはダッシュだ。19個目。ファーディナンド2つ目。おっさん姉妹。20個目。トーマス。ここに来てやっと主役が、出たね。ゼンマイはついていない。アニメ顔。そろそろ半ばです。21個目。コナー、アメリカの優先形蒸気機関車。ケイトリンの友達。300円だから、外れがないね。22個目。フランキー2つ目。表情の造形もよくできている。ゼンマイはないね。23個目。ゲーター2つ目。ダブリが多くなってきたゲーター。24個目。お。これは伝説の。出た。4馬王。中国の旅客用大型テンダー機関車。勇ましい宝。派手な色合いでかっこいい。
共産主義的カラーリング。25個目。また4番を、ゼアナノが連続で。実際にガチャ回しても、こういうミラクルってたまにあるよね。26個目。ケイトリン。お初。アメリカの優先形蒸気機関車の女の子。美人さんだ。27個目。ケイトリン2つ目。連続するね。シャッフルして開封しているんですがね。ダブル時はダブるんだ。28個目。コナー2つ目。2コナー、揃ったな。まだ出ていないのあるかな。スコッツマン出てない。あと、バッシュトビニー。29個目。トーマス2つ目。CG 顔。眉毛、30個目。スペンサー2つ目。31個目。ビニー。見たことない。北アメリカグラントトランクウェスタン鉄道代表の優先形のテンダー機関車、力自慢決定戦に出場。強そうだね。32個目。緑は、ゲーターか?フライングスコッツマン。スコッツマンは3号機なのでゴードンの弟のはずだが、日本版アニメではゴードンの兄という設定になっている。33個目。フライングスコッツマン、後部。ダブルテンダー。34個目。バッシュ。体がグレーの方が、バッシュだね。34回目で20コンプ。35個目。ハリケーン2つ目。36個目。ビニー2つ目。37個目。フライングスコッツマン後部2つ目。スコッツマンって人形劇版にも登場してたよね。間違ってたらごめん。38個目。フライングスコッツマン2つ目。これはアニメ版の顔だよね。39個目。ケンジ2つ目。なんかバランスよくダブってるね。40個目。ラスト。グレーのボディは、バッシュ。以上、合計40個の開封でした。おしまい。結果発表。すべて2個ずつ。今回のアソートは、極端なレアアイテムはないようです。よかった。ただ、やはり店頭ガチャで20種類コンプリートするのはなかなかハードですね。ゲットできる確率は、どの車両もほぼ同じくらいだと思われますので、お目当てを引き当てるのには、おおむね20分の1くらいの確率だと考えて良いのではないでしょうか。まあ、各店舗の設定によってはこの限りではありませんので、ご留意ください。ガチャトライの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。